すまない、つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない、ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島な者から民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても尊敬しているんだ。長年にわたり御法夜叉と奉仕は表と裏で共にリーユへを守ってきた。ああ、すまない、少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや、気にするな。では最近周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない、妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか、いや大丈夫だ、よくあることだから。ならば今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会、仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。しかし肝試し大会が開催されるような地ならば、そこには何かしらの怪異が関わっているのではないか。この肝試しは奉仕としての試金石になるに違いない。きっと妖魔退治に必要な力と意志を試すものになるはずだ。それとも僕の解読が間違っているとでも？やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。仲を深める？よくわからないが、それと妖魔に何の関係があるんだ？とにかくもし時間があったら僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう。共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば早速行こう。もし開催地に妖魔が出没するようなら本当に危険だ。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して気をしっかり持つんですよ。そして肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ大丈夫ですよ。
恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああ、そうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか。陽気だと。鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。そんな飲み物聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか、それとも何かの薬剤。そんなことない、さっきからずっと怖いものがあるとあの者は言っているじゃないか。きっと強大な妖魔が潜んでいるに違いない。にしても万が一この飲み物に陽気を引き出す力があるなら、僕は純陽の体という貴重な体質の持ち主なんだ。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ、外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ、何も心配はいりません。ではこうしましょう、どちらか片方が飲んで飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。飲み物はこちらです。さあどうぞゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ2名様入ります。飲み物を飲んだらなんだか、いや、なんでもない、早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら皆が危険だ。念入りに調べないと。今のところ特に異常はないが、もっと周りを探してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。参加者たちは危険があるとみじんも思っていないようだな。彼らを守ってやらないと。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。つまりわざわざここまでやってきて恐怖を味わうのが娯楽だと。そうか。一理あるな。確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から妖魔退治と砲術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない、自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから遊んでる暇もなかったし、皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんだ。さあ早く妖魔を見つけよう。どこから調べる？おお、何なの？あんたが肝試し大会なんかに誘わなかったら、こんな怖い思いしなくて済んだのに。そう怒るなって。ほらここから出ればいいだけの話だろ。はあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな。それとこれとは別。すまない、盗み聞きするつもりはなかったんだが、ひょっとして妖魔に遭遇したのか。僕たちは妖魔を探しているんだ、もしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうか。あんた誰よ。別に何も見てないわよ。何も知らないから私に聞かないで。
お願いだから放っておいて。妖魔にも幽霊にも関わりたくないの。ああ誤解だ。僕はただそれの見た目と行方を聞きたいだけで、説明しにくいなら道を案内してくれてもいいが。道案内？私をどこまで連れてくつもり？いや、僕らが連れていくわけでは、案内をしてほしいだけで。絶対に嫌！はい、そこまで。それ以上言っても彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのか？そんなもん探したければ自分で探してくれ。すまない、悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしまうとは。そうなんだ。だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんておかしいだろ。ま、事情は分かった。だが俺らは妖魔なんて言葉一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど、お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら変な音を立てる黒い影を見たくらいか。礼を言う。それだけ分かれば十分だ。どうやら何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だがなぜ怖い思いまでしてこんなところへ遊びに来るんだ。奥が深いな。僕は妖魔相手に恐怖を感じたことがないからその気持ちを理解できそうにない。だが一つ分かったことがある。それはお前がすごいやつでここに誘ってよかったということだ。とにかく他の場所を探してみよう。これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。一つは妖力が弱いから、もう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通りここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。だがどれも根拠に欠けていてな。まあこのように変わってから妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが、さて痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。ついてこないで。もうこれ以上付きまとわないでよね。そこまで拒否しなくてもいいじゃないか。とりあえず落ち着いてよ。ほらそんな怒らないで。もう知らない。一体何考えてるの。待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。今払ってやる。払う？あなた誰？何を言ってるの。あれ？人間だな。すまない、早とちりしてしまったようだ。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまった。彼女はただ怒っていただけで。何が怒っていただけよ。誰のせいだと思ってるの。私たちデート中なのよ。なのにあなたと来たらただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いやごめん、本当はちょっと怖くてさ、もたついてたんだ。僕が悪かったよね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。
いいわ、私も大声出してごめんなさい。いいんだ、気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ、急にどうしたの？もう。ただの恋人同士のようだな。うん、こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう。すまない、急に気分が悪くなってきた。少し休んでもいいだろうか。さっきの飲み物が原因かもしれない。体の中の陽気がざわついている。もし陽気が暴れ出したら、僕は自分の体を制御できなくなる。お前がいるから安心だが、極力迷惑はかけたくない。仮に制御ができなくなったら、妖魔よりも厄介なことになる。どこか休憩できる場所はないだろうか。すまない、面倒ばかりかけて。この激しい感じ、かなり危ういかもしれない。いつもならアイスを食べて抑えるんだが、これは普段とは比べ物にならないぞ。このままだと、もっと効果のあるものが必要だ。例えば、氷スライムの液体とか、氷トリックフラワーの蜜とか、冒険の途中で集めたものか。それだと鮮度が落ちていて、効果があまり望めないかもしれない。素材としては使えるだろうが、純陽の体を抑えるのは難しいだろう。頼む。すまないが、僕は少し休ませてもらう。冷静さを保ち続ければ、そうすぐに悪化することはない。じゃじゃーん。逃げ道はありません。風よ。一人で歩き回るのは危険ですよ。だってどんな人間に会うか分かりませんから。いや、もしかしたら人間ではないものに会う可能性だってあります。おや、落ち着いてますね。川沿いを歩くと靴が濡れるのは避けられないっていうことわざを知っていますか？陰に満ちた場所を歩いていると、普段は見えないものが見えてきてしまうかもしれませんよ。もしそれを一度でも目にしたら、悪夢のように絡みついて一生離れなくなるんです。いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか？普通の人なら話の途中で怖がって逃げるんですけど。あるにはありますが、衣装が熱くて。それに人の恐怖心を上手に煽ることで雰囲気を演出し、怖がらせてこそが真の技巧というもの。私の見た目なんて関係ないんです。あなたみたいに怪談を信じない人はどんな手を使っても効果がなさそうですね。そんなわけないじゃないですか。さて、他の腰抜けを探すとしますか。あなたも早く友達のところへ戻った方がいいですよ。今頃恐怖に怯えてるかもしれませんからね。やっ、風よ、知れ。オンに切る。だいぶ良くなった。
まだ少し陽気がざわついているが、少なくとも暴走はしないだろう。そうだ、素材探しの途中で新しい妖魔の手がかりを見つけなかったか？それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。ではここに留まり続ける必要はないな。すまない、お前の時間を無駄にさせてしまった。優しいんだな、お前は。お前と共に行動し、肝試し大会に参加して、この地が安全だということが分かった。これで妖魔も退治できていたら、これ以上のことはなかったんだけどな。